黄色い線までお下がりください。本線専用列車乗り越しの12系で行く小川にご乗車くださいましてありがとうございます。これから先の停車駅をご案内いたします。次は土崎、追い分け、深田、巻本、終点小川の順に停車をしてまいります。終点小川には10時44分、終点小川10時44分の到着です。お手洗いは各車両にございます。お席を離れる際には現金や非常金の管理に十分お気をつけください。
実は懐かしの12系客車で行く小川本線の旅、ご乗車いただきま、ご参加いただきました誠にありがとうございます。さっきあの紅葉の話しましたけど、紅葉は日本全国沖縄を除くとほぼどこでも紅葉見られるんですよ。日向のようなものがついています。なまはげが2人、先立ちを予告して歩く人が1人です。その年の作柄についてや、家族のことなどをいろいろお話をします。お話がおりますと、なまはげは3回四股を踏んでから再び家の中に。わからない言葉が2、3あるかと思いますが、そこは感じ取っていただきたいな。
ですよ。作り方に特に約束もなく、決まりもなく、また角がない様々です。フレームは、それを削るためにこの刃物があります。20秒ぐらいで生ハゲ割りってなるんで、生ハゲ行事は子供のための行事だと思われているところがあるんです。最初に姉さんとこ行って、あと石原さんにまた姉さんとに1年の始まりですね、そういう話をして、それから解散。現在も和半島では約90の町内で生ハゲ行事が行われています。でまあ、年にいっぱいだけですけどね、名前を歩いて、だいたい夕方6時ぐらいから、9時半ぐらいですかね。まあ、だからさ、あ、夜もある。ありがとうございます。